鬼ヶ島ルフィもこれ受けれる、はい、オッケー、さよなら。これだけ、これに、はい、入れれるからね、オッケー。でローに関してはこれ無策に攻撃してくると思うんで、これに合わせて、はい、さよなら。セノスのココラスです。ということでバンジラッシュの話でいきましょう。今回はレイリーを使っていきます。最近ですね、僕あれ現環境レイリーめっちゃ強いのではと思ったんですよ。というのも最近登場した鬼ヶ島三種とか GOD ウソップとか、まあ、今活躍しているキャラのスキルって割と以前に比べるとジャスト回避しやすいような気がするんですよ。オデンロジャー2強の時は少ししんどいこともありましたが、ここに来て帰り咲きレイリーティア1の可能性が秘めてるのではないかと思って今回使っていきます。ロジャーが減った分かなり環境上振れの気がしますんで頑張っていきましょう。チャンネル登録、グッドボタン、めちゃくちゃモチベーションつながりますんでポチッとぜひお願いいたします。ということでどうぞ。はい、よし、おしゃす。ということでレイリーさん帰り咲きティア1への道ということで頑張ってやっていきましょうと、今回まあお相手さんもね、やっぱ現環境よく見るキャラたちばっかなので、ちょっといい感じにねジャスト回避して、まあ、ぶった切っていきたいなと思います。でまあ鬼ヶ島ルフィとかも今回いるんですけれども、まあ、結構簡単にねスキルとかジャスト回避できるんじゃないかなと思いますんで、なんかスピードアップしたな、なんかスピードアップしたぞ、これボンちゃんのやつ。これだけちょっと取られないように、オッケー、まずいって、オッケーオッケー、ここのドレスローを削れたのマジででかい。さあちょっとここは距離を置いてですね、またこれくっ、オッケー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 、まずいってめえ、お願いします。今避けれたのはまあ結構たまたま、なんか回避で詰めてくると結構攻撃してくる可能性が高いんで、まあ、それに合わせたって感じですね。オッケー、とりあえずここ取っていって、で鬼ヶ島ルフィもこれ受けれる、はい、オッケー、さよなら。では鬼ヶ島ルフィに限っても相手大高レイリーじゃないとまあまあダメージ削れま、この突貫がもうマジ早すぎ、この突貫早すぎて、もう他のスキルがね遅く感じる。マジこれで一旦ツンツンしといて、はい、しっかりとまずおでんツンツン、セブンイレブンいい気分。でまあガンモドキは簡単に受けれますんでね、ちょっとガンモドキ誘発するような感じで、ちょガンモドキ来てくれ、オッケーオッケーもらったり、さあただちょっとスキル溜まってない、スキル溜まってない、スキル、オッケー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 、よしよし、前にやっていく。さあこういう感じでいい感じにジャスト回避しやすいんで、もう突貫がね早すぎるだけで、他のスキルとかも結構いい感じでもう見てから避けれたりもしますんで、まあ、またねちょっと機会があれば、よくちょっと3回ぐらいやってるねジャスト回避動画みたいなのも出せたらね出していきたい。めちゃめちゃ追ってくるやん、そこにシャンクそんなに、ちょっと待って、めちゃめちゃ追ってくる、ちょっと待ってめちゃめちゃこれやばい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 、ちょっと危ない、オッケーオッケー、これもらいましたね、しっかり、危ねそう急にそうやって距離をね積極的に詰められるとちょっと苦手なような個人的に。でもいい感じ、ちょっと7番さんを倒していきつつ、ちょ申し訳ない、ここブースト待って体力回復するのを待ちますね、ちょっとおでんさんいるんで。なんでまあコメントとかでね、もしちょっとご希望ございましたら、またジャスト回避動画みたいなのも出せたら出したいなと思いますんで、ぜひお待ちしておりますと。さあこっからさ、鬼ヶ島ルフィここ回避見たんで、まずさようならと。さあうわこれちょっと耐えるかな、ギリギリ耐えな、うお耐えた耐えた耐えた、ナイス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 。さあこれさえ耐えてしまえばブースト中まだ火力上がってますんで、ここでねウソップナイスすぎーナイスすぎーよしよしよし、しっかりと。でここちょっと受けているんで、ちょっと取ってお願い、取ってくれ、ナイスナイス、よし、これちょっと距離置きまして、さあこのドレスロー本当に苦手なよな、まあ、様子見てちょっとまた攻撃していこうかなって、カウンターだけ警戒してね。あ、OK、これ見た、うおここいるやん、以上、ええそう間に合うの、はい、ってことでちょっとやばいよ、かなりやばい、かなりやばい、上結局取られちゃう、やばいやばいやばい、5ドリで終わっちゃう。まあまあレイリーさん結構頑張ったんやけど、試合に負けたらもう元も子もないんでね。さあちょっとここ頑張って、ま、通り、これ頑張れ、間に合い倒す、うわ倒せきれなかった、やめた、頑張れおでん、旗取れ、はい、お願いします。ということで、まあ、先ほどの試合ですね、惜しくも5ドリされて負けてしまったんですけれども、レイリーさん自体はねいい感じジャスト回避できてましたんで、今回もしっかりとひょひょとジャスト回避、3人とも上行こうとしてないか、大丈夫か、ここ1人だとちょっと不安だよ。さあまあできるように頑張っていきましょうと。でまあとりあえずこの鬼ヶ島ルフィのスキルは結構簡単にジャスト回避できますんで、まあしっかりとね今回もちょっと勝っていきたいなというところなんですが、ロジャーはちょっと気絶が入らないんで、まあとりあえずね、オッケーオッケー、ウソップさん引きを引いて、ナイスナイスナイス、でここで僕がしっかりとさばいていっていけば、やばい危ない、危ねえ危ねえ、めちゃめちゃスカッと今、危なかった。さあスネークマン来い、よいしょーといいね、いやかっこいいな、やっぱりこの瞬間移動のエフェクトめちゃくちゃかっこよくない、このピンク色のジュイーンってなってるやつ。でここしっかりと決めてって、でただこれお宝エリア、相手お宝エリアに言うと結構ダメージカットされますんで、まずはちょっとお宝エリア外に引き出すような感じで、まあちょっとここにうろちょろしてフォーク、はいこれ受けれる、さようなら、はいオッケー。まあいいか、あれね、結構簡単にジャスト回避できますんで、まあむやみに打つと、逆に僕持ってないからわかんないんですけど、まあむやみに打ったら割とジャスト回避されやすいんじゃないかなと思いますと。っていうところで、さ、おでんさんここ来たね。ここちょっと早めに離して、これ取ってもすぐにやられるだけなんで距離を置きます。で、高根の花子さんを狙っていく。ここやばい逃げろ危ねえ
めちゃめちゃミス、なんかあれだな、僕も僕でこの冬のスキル値は下手だな、めちゃくちゃ全然当たっていかないぞ。さあこれマジで反省点として、まあ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 頑張っていこう。で逆に今回これ4個結構有利な状況にはなってるんですが、さ鬼ヶ島ロー来てるけど、鬼ヶ島ローどこにいんの、あそこはちょっと捨てだね。まあ鬼ヶ島ルフィはまあ簡単にスキル避けれるからいいとして、とりあえずスキルちょっと打ってくんないかなって感じですね。スキル打ち待ち、あこれやばいな、さすがにこれつっつ、危ない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 。さあまあこれしゃあないですね。でも元々ウソップくん、ナイスナイスウソップナイスウソップ、うわインガ先輩が来てる。さあインガザラシの先輩があそこで守れるかな。じゃあ僕インガザラシ先輩大丈夫、うわ嘘インガザラシ先輩マジでまさかの環境キャラだったりする強いな。うんこれ危ない危ない危ない。さあこれガンモドキちょっとオッケー拾ってきます。やばい失敗した、来て危ない危ない危ない。さあインガザラシ先輩がまさかの強さを誇っている。ちょっと待ってびっくりした、危ない、びっくりさせるわ、それすごいびっくりさせるわ。ローもあの結構あれ僕自分でめっちゃ使ってるんですけども、簡単にジャスト回避できますんで、ガンマナイフとかも。であそこでインガザラシ先輩が頑張っている。ちょっとこれ僕ブーストを待ってから攻めていこうかなと思いますんで、それまでインガザラ先輩ちょっと応援するって感じでね、まあ頑張れ頑張れといったところで、インガザラ先輩めちゃめちゃ鬼ヶ島2種にボコボコにされてるか任せろ。オッケーインガザラ先輩またいじめるな、オッケーインガザラ先輩いじめたらもうこのレイリーが許せないからね。さあまあこれはちょっとついでに倒していくわ。オッケー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 強い、これもインガザラ先輩 MVP だ、よいしょー、はいナイスインガザラ先輩、はいやっていきます、お願いします。ということで今回はもう鬼ヶ島リッシュ &GOD ウソップがいるっていうことで、まあ割とジャスト回避のカモなんじゃないかなと思います、頑張っていきましょうとか言いつつも、キッドはあんまね戦ったことがありませんと、戦ったことがないというか、これしっかりとじゃないあんまジャスト回避をしたことがないということで、まあいい感じでちょっと頑張れたなと思います。でローに関してはこれ無策に攻撃してくると思うんで、これに合わせてはいさよなら、オッケー、まあ、さよならできないんだけどね、まあ、今みたいな感じで簡単にジャスト回避はできますんで、あもうぜひお試してみてください。でウソップジャスト回避、俺じゃないこう味方さん近くにとキッと来てる。でこれウソップいけるか、ナイス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 。さあこれちょっとウソップだけど先に買っときましょう、うっとうしんで、これ危ないよ、はいオッケーオッケー、切って切って、はい切って切って、はいオッケー。でまあキット&ガープぐらいはまあまあジャスト回避もできますんで、これガープだけ先に倒してく、オッケーオッケーナイス。でキッドもあれに合わせればジャスト回避できるんだけど、裏取り誰だこれ、全員ディフェンダーやけど、さピコピコ取って、キッドいい感じにキッド来たね、キッドちょうどいい感じで戦ってみたい、しっかりとまあゴミをしっかりと見て、でこれツンツンいけるね、オッケー。でゴミを見て回避を入れていくって感じなんで、ここにわちょっと待って待って、全然反応しなかった、やばいやばいやばい、だって全限撤回全限撤回全限撤回、簡単にジャスト回避できるとか言って申し訳ございません、できませんでした、ちょっと全然反応しなかった今のさこれだけこれに、はい、入れれるからね、オッケー。ぐる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 回る煙突祭りのプペルに合わせれば、まあ、簡単にジャスト回避はできますよというところで、まあ、ここでちょっと、まあ、味方さん結構今回強めちゃんで、まあ、真ん中が結構守ってくれてるんで、しっかりとここに陣を溜め直していこうかなというところなんですが、まあ、また二陣来ますね、さっきの方。多分ローかな、ローだね。なんで、まあ、ローも、まあ、距離感を置いておけば、まあ、見てからどっちもスキル避けれるんで、まあ、そこさえ注意しておけば大丈夫かな。でまあ、逃げてこない、攻めてくるタイプだね。まあ、これぐらいの距離感さえ保ってれば、見てから、あ、これ、はい、さようなら、グッバイ。全然避けれますんで、まあ、今みたいな感じでね、見てから避けます。で、これは不意に、おでん、ツンツン。はい、オッケー。しっかりとローを倒していきつつ、まあ、ローはね、まあ、僕よく使ったりするんで、なんとなく回避のタイミングとかね、分かったりもするんですけども、まあ、意外と簡単に避けれます。悲しいことにね。で、あそこのガープ、これちょっとジャスト回避入れて、やばいやばい、ジャスト回避入らなかった。ちょ、やばいやばい、あ、ウソップ、あ、ちょ、やばい、あ、めちゃめちゃボコボコにされるやん。はい、ということで、まあ、キッドもね、オリガシャモローもジャスト回避できたということも、結構個人的には満足ですって。で、ルフィもね、ちょっと多分、昨日撮った動画でだいぶジャスト回避できたんで、いいんじゃないかなというところ、まあ、オリガシャマ3章 &GOD ウソップはもう攻略したかなって感じで、頑張っていきましょう。さあ、ここからジャスト回避、鬼ムズ、桃源と使うをしっかりとぶち込んでって、これがマジで一番回避できないよ、個人的には。痛い。トツカがね、もう強すぎる、マジで。さあ、ここちょっとヤバミちゃんじゃないこれ、取られちゃうよ、旗。ちょっと取り返さないと、頑張れ。おでん、痛い。痛いって。すげえペチペチやだわ。はい、やっていきましょう。お願いいたします。ということで、まあ、夜も結構遅くなってきましたんで、ちょっとね、落ち着いてやっていこうかなとも思いますんですけれども。さあ、マムさんはあ、これはちょっと、じゃあ、スカイヒもらいます。はい、さようなら、グッバーアゲーンということで、しっかりとまず倒していきつつ、でこのウソップは簡単にジャスト回避してきますんで、まあ、ちょっとね距離をいい感じに詰めておきつつも全然さすがに攻撃してこないね。
で復活もウソップだね。まあ、こうウソップに対するとさすがに鬱陶しいんで、まあちょっと様子を見ながら、まあ両方ね、ちょっと見えるぐらいの大丈夫か大丈夫かスネークマン。危な、危な、危な。今めっちゃ危なかったよ。今すごい危なかった。今、紙一重やったよ。まあ、いくらちょっとジャスト回避していこうかなと思うんですが、これ避けて、オッケーオッケー、しっかりと。ちょ、なんか前にね、スネークマン行くと、あれ、追従がどっちに行くかわからないから、オッケー、しっかりとつついてて、なんか完全にこっち狙ってんなと思ったタイミングでジャスト回避していけば、また押せますと。まあ、なんか若干ね、追従が、これ無理なんだけど、近くに味方さんがいるとどっちに行くか分からなくて無駄回避しちゃうんですよね。で、これはしっかりとジャスト回避そっち行く。まあまあ、今言ってよく分からなくなっちゃったりするんで、まあできたら、もう明らかにこっち狙ってんな、てか、ボンちゃんこっち来たな。ボンちゃんなんか結構通常攻撃強いイメージあって、あんまなんか回避ができなくて、うまちまち当たってる。そんですごい避けられてる。さ、ここやばいやばい、危ない危ない危ない、やられるところだった今、危な。ボンちゃん結構攻撃強いイメージなんだけど、こやばいやばいやばい、危ない、逃げろ、頑張れ、待て、無理無理無理、ボンちゃん無理無理、これ詰めろ、危ない危ない、やられる、待て、ボンちゃん強いんだけど、普通に、オッケーオッケーオッケー、そこを逃げよう、ちょっと逃げて、スキル貯めていこう、ちょっと逃げて逃げて、頑張って逃げて逃げて、頑張れ、こっち来い、こっち来い、こっち来い、たまった、いけ、あ、危ない、ボンちゃん強、さあ、ここさんは取れるか、おでんさん、これ、不意に頑張って詰めて、いけ、ここ、全然当たらん全然当たらんし、なんか今ちょっとゲップみたいに出ちゃった、申し訳ない。すごいなんか耐えきれん、ここって言ったタイミングでちょっと小さいのでコポとかなってたらごめん、編集で消しとくわめちゃめちゃ申し訳ねえわ。朝さすがにそれはジャスト回避いたします。で、これルフィ太郎も巻き添えに行く感じでちょっと歩くっていうね、あ、全然気絶してないっていうね。で、まあ、ここはちょっと距離を置く感じで逃げるような感じで、ね、ジャスト回避入れて、すごい、やばい、やばい、ジャスト、おー、終わった。はい、ということでね、まあ、裏はね、おでんさんで頑張っていきましょう。とさ、あそこ取られるの、まあまあまずくて、まあ、結構削り切れたんでね、こっから一気に攻め立てていきましょう。と、OK、まあ、あとちょっとかな、これ握ってって、ジャスト回避入れて、しっかりとここで、え、